こんんばは、臨時ニュースですね。FX ついに116円いきましたよ。今朝まで114円台だったんで、まあ、とりあえずね、やんわりと倍の方で入ったらみたいな感じで朝解説させてもらったんですけども、いや、とてつもない利益になったんじゃないですか。今1時間ほど対談の方をさせていただいたんですけども、その間にもね、1万円ぐらい利益出てますからね、私の場合は。なんか、ズーム対談の日東が出ちゃったみたいな、結果そうなっちゃいました。 今日はね、今日はみんなして儲かる日じゃないですか極端に、うん、これからも上昇トレンド続いていくと思いますよじゃあねロットに気をつけながらロスカットラインを引きながらバイでエントリーしていきましょういってらっしゃい